ジャーデビュー10周年を迎えたグリムスパンキーがバーチャルシンガーカフとのコラボレーション曲「秘密を君に」フィーチャリングカフをリリースした。2018年に 3D モデリングされたアバターを使って活動を開始したカフは現在バーチャルとリアルの垣根を越える活動を展開中だ。唯一無二と歌われる歌声が還元され人気を集めている。両者のコラボレーションはカフによるリアルアーティスト及びコンポーザーとのコボレーション企画組曲に提供した鏡よ鏡以来約3年ぶり。今回はグリムスパンキーがパートナーにカフを招いてのコラボレーションとなった。高音のリフで聴かせるロックナンバーだった鏡よ鏡から一転ノスタルジックでフォーキーなバラードとなった今回の秘密を君にフィーチャリングカフはどんな風に生まれたのか。バークスではグリムスパンキーとカフの対談を実施。秘密を君にフィーチャリングカフのバックグラウンドを含め両者の間にある秘密の数々に迫る。カフちゃんの美しいトゲを聞いた時歌の主人公になってると思ったカフさんがグリムスパンキーの美しいトゲと東京は燃えてるをカバーしたことがきっかけで前回のコラボ曲の鏡よ鏡そして今回の秘密を君にに繋がっていったと思うのですがカフさんがグリムスパンキーを好きになったのはいつ頃どんなきっかけからだったのでしょうか。カフ中学生の時ラジオを聴いていたらたまたまグリムスパンキーの愚か者たちが流れてきたんです。なんだこのかっこいい曲はと思ってそれから他の曲も聴き始めました。小学生の頃からずっとボーカロイドを聴いてきて中学校の真ん中ぐらいでラッドウィンプスを知ってそこから邦楽ロックをいろいろ聴き始めたところだったんですけどその中でもグリムスパンキーの曲はまず松尾レミさんの歌声がめちゃめちゃかっこよかった。今まで聞いたことがない歌声というか私には絶対出せない歌声だからそこがまずガツンときて松尾ありがとうカフめちゃめちゃかっこいいと思うと同時に羨ましいという気持ちもありました。曲はおとぎ話みたいなイメージがありながらもすごくまっすぐで地に足がついていてストンと胸の内に落ちてきてくれるような歌詞もめちゃめちゃ良かったです。カバーした2曲以外にも好きな曲があったら教えてください。カフいっぱいありますかっこ笑い松尾嬉しいかっこ笑い亀本照れくさいかっこ笑いカフ美しいトゲが入っているアイスタンドアローン2017年発表サードミニアルバムは全曲好きだしサンライズジャーニーも好きだし大人になったらも好きだし他にもいっぱいあるんですよ。松尾アイスタンドアローンを上げてくれるのはなかなかマニアックですね。カフグリムスパンキーを聴き始めた時同級生にも好きな子がいてその子がアイスタンドアローンを貸してくれたんですよ。松尾わあ嬉しい同級生にもいたんだ貸し借りとかなんか青春だなかっこ笑い。グリムスパンキーのお二人がカフさんのことを知ったきっかけは美しいトゲと東京は燃えてるのカバーだったんですか。亀本そうですね美しいトゲのカバーを YouTube に投稿しますって申請が来てますって僕らの所属レコード会社から話があってその時カフさんのことは知らなかったからどんなシンガーなんだろうと思って聞いてみたらすごく良かったんです。同時にこういうアーティストの方がいらっしゃるんだってバーチャルシンガーという活動の仕方にすごく興味を持ってそこからカフさんが所属している神椿スタジオの活動をいろいろ見せてもらったんですけどそういうシーンがあるということを僕らは全然知らなかったのでそれにびっくりしてだから
バーチャルシンガーの方とか、それこそカフさんが聴いていたボーカロイドとか、そういう音楽の入り口が僕はカフさんだったんですよ。カフさんの美しいトゲと東京は燃えてるを聞いたとき、すごく良かったと思ったと亀本さんはでおっしゃっていましたが、どんな風に良かったんでしょうか。亀本、自分たちで言うのもあれなんですけど、松尾さんっぽく歌おうとしてダメになってるパターンがすごく多いなって感じてたんです。別に松尾さんっぽくしようとしなくていいのに。だってそもそも性質が違うんだから、そんな風にしなくていいのにと思っちゃうことが多いんですけど、カフさんはもう自分の曲にしてくれてたんですよね。だからオリジナルとカバーどっちがいいか比べようがないっていうか、松尾さんよりいいねとか松尾さんより良くないねとか、そういうベクトルでは比べられない。もう別の表現になっていたので本当に素晴らしいと思いました。松尾わかる。ファンの子たちからカバーしてるんですけど、レミさんみたいに歌えるようになるにはどうしたらいいですかとか、レミさんっぽく歌うにはどうすればいいですかとか、いっぱいメッセージが来るんですけど、そういう時に私は松尾レミっぽく歌わないと思って歌うことが一番じゃないかなって言うんですよ。もちろんそれっぽくしてすごくオリジナリティを出す人もいるし、ロックなんて真似の文化ですから、そういうオマージュからいろいろ進化していくものだっていう前提の上で言ってるんですけど、そもそもの歌の土台というのかな、そこの部分でまずは自分らしく歌ってみるってことが大事だと私は思っていて、カフさんがそうだったと。松尾カフちゃんの美しいトゲを聞いた時に歌の主人公になってると思ったんですよ。それってすごく難しいことで、グリムスパンキーもカバーをたくさんするので自分でも心がけてることなんですけど、ただその楽曲をなぞるだけではただのコピーにしかならないから、その曲の主人公になりきるというか、その歌に憑依するというか、リスペクトも含め一回飲み込んだものを全部噛み砕いた上で、それを自分の体を使って表現することが重要だと思っているんです。でもそれってある種魂を削ってやってる音楽表現のようにも感じるんですよ。私はカフちゃんの表現っていうのはそういう意味で本当に魂がこもってるし、誰もができることじゃないと思う。そこにリスペクトもすごく感じるし、カフちゃんと精神的につながってる部分っていうのがあるんだろうなって思います。カフありがとうございます。松尾いえいえ、こちらこそ。あとカフちゃんの声もすごく素敵で、私には絶対に出せない。だから今回の秘密を君にでも、本当はこういう風に表現したいんだけどなかなかうまくできないみたいなところでも、カフちゃんは私にはできない表現をしてくれていて、詩の世界とかメロディとかを歌の表現力ですごく広げてくれて、それは本当にすごいなって思いました。カフ嬉しいです。今お話に出た秘密を君にが生まれた経緯を教えてほしいのですが、前回の鏡を鏡から約3年ぶりに、今回2度目のコラボが実現したきっかけは、グリムスパンキーのメジャーデビュー10周年を記念する企画としてグリムスパンキーからオファーしたことなんですか。亀本、そうです。10周年記念にリリースするベストアルバムに他のアーティストとのコラボレーション作品を入れたいという話になりまして、誰とコラボしたいかいろいろ名前を挙げていく中で、鏡を作ったことが自分の中でも音楽活動のターニングポイントになったというか、さっきも言ったように自分の音楽の視野がバンって広がったタイミングだったことを思い出して、今回のコラボも自分の活動の中で重要なものになるんじゃないか。
だったらカフさんともう一度と思ってオファーさせてもらいました。松尾、この10年の間に新しい挑戦になったものとかいい出会いになったものとかがたくさんある中で、それに負けないくらいワクワクできる人にお願いしようってなった時、カフちゃんやってくれるかなって案を出したら、みんないいねと言ってくれたんです。カフオファーをもらった時本当に嬉しくて、今こうしてお二人とお話していることも自分にとっては信じられないくらいなんですけど、またこんな風にグリムスパンキーさんの作品に参加させてもらえることは、もちろん10周年っていうめちゃめちゃ記念すべきタイミングで私を選んでもらえたのもめちゃめちゃ嬉しかったです。松尾ありがとう。カフ、こちらこそありがとうございます。